オクテットチャンネル。こんにちは、オクテットメンズファッションチャンネルの林です。僕のチャンネルは自分の気に入ったアイテムやブランドコーディネートのアドバイスをするチャンネルとなっております。今日もよろしくお願いします。2022年もよろしくお願いします。新しく新年になりましたということで、今年はね、どんなファッションしようかなっていうのを1年の初めだからすごい考えられると思うんですけれども、僕はですね、ちょっとトータルのねコーディネートじゃなくて、アイテムでね、こんなアイテム、小物でこの1年ねファッション楽しんでもらってもいいんじゃないかなっていう提案をね、今日はさせていただこうというふうに思っております。そのアイテムはですね、もう出てるから分かると思うんですけど、手袋ですね。こちらのグローブスっていうね、イタリアのブランドの手袋になるんですけど、僕はね、手袋を、まあ、この冬ね、大人の男性はつけた方がね、いいんじゃないかなっていうふうに思ってご紹介させていただくんですけれども、やっぱりね、手袋をつけない、まあ、大体ね、僕もそうなんですけれども、ついついですね、こんな感じでね、グローブつけずにポケットに手を入れるっていうのね、結構あると思うんですね。こんな感じで歩くとか、まさに今朝ね、僕が会社に来た格好なんですけれども、こんな感じでね、コートにポケットに手を入れて歩くみたいなことがね、まあ普通に起こると思うんですよね。手袋をしないと何がちょっと怖いかなっていうと、こうやってやっぱり手袋をせずにポケットに手を入れて歩いてると、まあ、今年はね、かなり寒いから雪も多いですし、名古屋もね、降ったりしてたんですけれども、どうしてもね、転んでしまった時に手が出せないってことですね。若い方はあんま関係ないかもしれないですけど、やっぱりおじさんになるとね、ついついこう足が滑って転んでしまうっていうことがあるかもしれないんで、手袋をすることで安全であるということですね。まあ笑ってる方もお見えになると思うんですけど、そしてですね、もう一点はやっぱり手袋をしないとカバンのね、選択肢がぐっと狭まるんですよね。それどういうことかっていうと、まあこれはね、自分が愛用しているブルーリューシャフのトートバッグなんですけど、まあこういった形でね、持つ分にはいいんですけど、やっぱ寒いとどうしてもね、ポケットに手を入れたくなるので、そうすると必然的にね、こう無理やり肩にかけてポケットに入れるとかですね、こういう形になってしまうんですよね。で、こういう形になってしまうと格好も窮屈になるんですけれども、バッグがね、こういったトートバッグかバックパックしかね、使うことができないんですよね。例えばもっとね、スーツになったり、もうちょっとドレッシーなスタイルになった時に、こういったね、ブリーフケースを使いたいなって思うことはあると思うんですけれども、こういったね、ブリーフケースを使ってポケットに手を入れるっていうことはなかなか難しいんですよね。もう本当に無理やりこういう風に手を入れるかみたいなね、ことになってしまうので、こういう時のためにもやっぱね、手袋を、大人男性はね、やっぱり手袋をした方がね、かっこいいんじゃないかなっていう風に思っています。そしてですね、じゃあ手袋ってどんな手袋したらいいんだろうっていうお話なんですけれども、たまにね、やっぱり寒いからって言って、ちょっとね、こう軍手だったり、こうサッカーとかね、外でやるスポーツにつける時のこう、ちょっとアウトドアのね、グローブつけてる方もお見えになるんですけれども、やっぱそれだとね、ちょっとカジュアルすぎたり、ちょっとね、子供っぽいイメージがあるので、やっぱりね、アラフォーアラフィフの方はこういったね、レザーのグローブが僕はね、すごくいいんじゃないかなっていうふうに思っています。で、レザーのグローブも、例えばですけど、こういったね、プレーンなね、ブラックも確かにね、かっこいいと思うんですよね。実際はめてみると こんな感じですね。すごくかっこいいんですけれども、やっぱこういう感じになってしまうと、ちょっとね、エレガントすぎるんじゃないかなっていう気もするんですよね。ちょっと決まりすぎちゃってる、なのでちょっとエレガントになりすぎちゃうなっていうふうに思ったりもするので、そういった場合はね、ブラウンぐらいがね、ちょうどいいんじゃないかなと。っていうことで、こんな感じですね。イントレチャートのグローブなんですけど、ちょっとこのブラウンでね、そうそう、ちょっとだけね、カジュアルなイメージになるかなっていうふうに思いますね。こうすると、まあ、ポケットにね、手を入れることなく、まあ、こういった感じでね、ブリーフケースも持っていただけますし、だいぶね、エレガントな中にもね、ちょっとね、カジュアルな感じがして、かっこいいんじゃないかなっていうふうに思います。やっぱり、こう、グローブ、するっていうのが余裕のある大人の男性の着こなしじゃないかなっていうふうに思いますし、どうしてもね、やっぱね、ついついポケットにね、手を入れてしまうっていうね、自分もそうなんですけど、癖がね、ある人多いと思うんですよね。そんな時にね、こういったグローブをね、使
っていただくとすごくかっこいいんじゃないかなと。やっぱりねレザーグローブは、まあ、少しだけクリーム塗っていただいたりとかそういう手間はかかるかもしれないですけども、使えば使うほど手にやっぱり馴染んできますので、皮が柔らかいグローブだったりすると、そうするとね非常に長く使える上に皮のね味が出てくるので、そういった意味でもねレザーグローブ僕はおすすめしていますし、これはねイントレチャートって言ってこう編み込みになってるモデルなんですけれども、まあグローブスは本当に職人さんがね手で作ってる手袋になるので、こう若干ねラインが人間らしく歪んでいたりとかね、そういうところも僕は好きだったりするんですけれども、ぴったりね手にフィットするグローブとして非常にねいいと思いますので、ぜひねこういったグローブもねおすすめします。ということでですね、今日のまとめになるんですけれども、やっぱり大人のね男性はどうしてもねこうポケットにね手を入れるっていうのはあんまりね余裕感じないので、ちょっとエレガントにグローブをねした方がいいんじゃないかなと。そうすることでねカバンを手で持てたりとかね、だいぶ余裕が出てくると思いますし、そもそもね今年の冬はめちゃくちゃ寒そうなのであったかいということですね。手がやっぱり寒いとどうしてもね体全体がね冷えてくる感じがしますので、末端を温めるという意味でもグローブねおすすめしますし、レザーのグローブを長く使う、今年だけじゃなくて来年も再来年もね使うっていうのはね僕はすごくね素敵じゃないかなっていうふうに思いますので、ぜひねレザーのねグローブを、まあ色はねもっと派手めの色があったりとか、実際ねグローブスのね僕たちのラインナップも派手めの色もありますし、形がねいろんな形もあるんですけれども、こんなねベーシックなブラウンでインドレチャートのグローブっていうのはね、まずはね大人の男性にとってはね一番ぴったりじゃないかなっていうふうに思います。ということでですね、2022年も僕たちはね毎日8時にね更新しますので、ぜひオクテットメンズファッションチャンネルをよろしくお願いします。ということですね、何かこういう話をしてほしいぞとかね、こういうことを聞いてみたいっていうことがありましたらね、コメント欄や LINE の方からね、お問い合わせいただければお答えさせていただきますので、今年もよろしくお願いします。ではまたバイバイ。